はい、どうもマロッチです。よろしくお願いします。グランプリ48回目48ですね。はい、やっていきましょう。今回グレートキャッチカップ第3戦最終戦ですね。勝てば優勝です。はい、勝ちましょう。よし、勝とう。もうね、まあ、この大会に限って言えばこのチーム総合力あんまり感じてないね。本当にトントンだなっていう感じはしてる今のところやってて。うわ、糸井ゼフ長か。まずピッチャー涌井、いいんでしょ涌井、出したかったんだよこの先発。先発、うん、問題ないですね。これでいきましょう。キャッチャー黒羽、一番坂口かな。本田一番でもいいか。まあ、とりあえずここ変えよう。まあ、ここ加藤翔平出そうか。うん、これでいっか、これでいいかな。畠山はそうだね、代打の切り札として取っときますか。一番どうしようかな。あ、これでいいかな、これでいきますか、これでいきましょう。よし、よっしゃ、勝ちましょう。おそらくこの先王道野球の監督カラー使うことはないと思うんですよ。まあ、ここ2試合やって、まあ、これで3試合目か。ちょっと使いにくいかなと、その監督カラー王道野球は。MP プラス1をする恩恵をね、受けてないと思うんだよね、あんまり。まあ、受けてんだろうけど、体感できてないというか、ちょっと使いにくいんで。神宮球場です。グレートキャッチカップ第3戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ一戦です。勝つぞ。1回の、見ていけ。これはバットです。うまい、引っ張った、詰まりながらもレフトへ上がりすぎました。レフトが取りました。ツーアウトです。よし、いや、ちょっとね、内川がね、思ったよりも活躍できてないんだよね。4割打ってたか、それでも。まあ、まだね、まだ打席が足りないからね。一応この大会終わって、まあ、優勝する気満々なんですけど、優勝して、なんだっけ、お得ノーマルパックは買おうと思います。頑張って涌井。先制のランナーが出塁していく。バッターはどっちだ。 MP 使ってでも取り取り取り、ライト方向を流しました。よし、ライトが取りました。ワンアウトランナー一塁となりました。見逃し三振。いいね、見逃し三振になります。いいね。それはあのコメントで、2回表に入ります。バッターは5番、ちょっと待ってね、ここはもう強く振れです。打ちました、惜しい、わずかに右に切れました。ファールボール、引っ張ったファーストゴロ。コメントで吉野は使わないんですかっていう、もう使わないのかっていうコメントをいただいたんですけど、まあ今回連れてこなかったってだけで使わないことはないと思います。ただ自分の中ではすごく使いにくい選手にはなってるかな。やっぱね、ユーティリティ性皆無じゃない。あれだよね、タイムスリップカードの吉野だと思うんですけど、ちょっと使いにくいですね。
ユーティリティ性がないとちょっとチームには入れにくい。打ちました。一塁送球アウト、ワンアウトです。だからそうだね、変化球空振り。この大会をこういう作戦に行こうみたいなことを決めて、その作戦に吉野部がハマるんだったら入れるとか、そういう感じになるんじゃないですかね。まあ、結構その俺がね動画のことを考えて、この大会こういう作戦で行こうとかいう風にしてるんですよ。いつも同じじゃつまんないから、まあ、動画的にもね、やってる俺的にもつまんないんで、うん、その監督カラーによっては入れるとは思います。際どいが打順はトップに帰って坂口。何か生かしたいけどな、涌井をどうしようかな。とりあえず任せようかな。打ちました平野、走れ。セカンド送球、二塁アウト、ツーアウトランナー一塁とかあります。ちょっと MP いっぱいあるし、何かやってみようか、エンドランとかやってみようか。ランナースタート、ヒットエンドラン、堂林どんまい。一塁アウト、スリーアウトです。やっぱりなんかこういい勝負にはなるね。打ちました。アウト、ワンアウト。何来るだろう。まあお任せでいいかな。枠いいね。なんか一つ覚醒させるだけですごいなんか使えるわ。まあ絶好調ってこともあるかもしれないけど、素晴らしいです。まあできるだけ多く投げてもらいましょう。コンパクト、コンパクト、よし。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには5番筒香、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。お任せ、よっしゃ、いった、伸びていく。ああよかった、突き刺さった。素晴らしい、頼りになるね。ナイバッチナイバッチナイバッチ、この回叩きそうだね。なんとかいけそうだね。もうちょっと点取れんじゃねえかなと思うけど、今見ていけ。アウトコース打ちました。いやあれだな、盗塁に対して結構ビビってるね。行くか盗塁、ビビらず。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、よし、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒して、ここで点取らないとダメだね。コンパクト、オッケー。中継にボールが送られる、ナイバッチ。厳しいコースだったんですが、まあもうこの回のノルマ的なものは達成でしょう。ここは空振りで三振、あと3イニング抑えましょう。タイガース4回裏の攻撃になります。ブルペン大丈夫だよね、大丈夫だね。松井和夫3番かっこいいな、やりたいな。タイガースノーアウトランナー一塁です。打ちました。今宮二塁送球、よし、フォースアウト一塁です。お任せ、引っ張った高い打球ライト線、上がりすぎました。
いい感じ。ライトフライ掴んで3アウトです。この回で2点ぐらい取れればもうほぼほぼ決まりでしょう。ファウルになります。なんとか出て打ちました。この当たりはどうか。うまい。取りました。ワンアウトです。バッターボックスには2番。2球目打ちました。大きなバッチ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これが今日の初ヒット。グリエル内川いれば返せないかな。あ、任せるわ。なんとか返せると思うんだけど。よし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 。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。センター前ヒット。これが今日の初ヒット。バッター MP 使おう。コンパクト行こう。コンパクト。ライトに持っていく。大丈夫大丈夫。1点入る。よし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 。バッターボックスは5番。強く振れ。もう一発。インサイド打ち上げました。縮小。センターに打球伸びる。ヤマトが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回スワロー。ああ、なくなっちゃったか。ね。もし変えるとしたらピンチになった時だから、ピンチ強い人、うん、大谷智久置いておきましょう。今すくい上げた。今宮が抑えています。ワンアウト。ここも見送ってよく選びました。打ちました。取りました。完璧じゃない？これはいいんじゃない？一塁転送はアウト。ダブルプレー。どうするの？完封しよう。打順はもう一点あれば完封は無理でも完投はできると思うんだよね。そういえば雨の日はセーフティーバントが成功若干しやすいみたいなことを聞いたんで、やりますか。やっときますか。セーフティーバント取りました。アウト。ワンアウトです。まあもうそうそう成功するもんじゃないけどね。まずはワンアウトを取っています。初球ナイバッチ。レフト下がっていく下がっていく。いや、セーフティーバントとかね決めたらすごい気持ちいいよね。もう一回やる。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放もう一回やりはしないけど、塁に出てほしいかな。打ちました。これはどうか。うまい。一塁アウトで3アウトチェンジです。よし。配球表をご覧。6回の裏守備交代。守備固め行こう。ね、ホンダって S なの？あれかな、オーダーボーナス入っての S か。うん、これで行こうかな。うん、これで行きます。よし。なんとか0点に抑えましょう。お任せ。
打ちました。高い打球センターへ。坂口抑えてワンアウト。ビハインドではありますが、繋いで流れを変えたい場面。マクチー。ツーアウトになっています。ビハインドではありますが、繋いで流れを変えたい。ちょっとね、まあ普段だったらここが勝負を使って完璧に終わらすんだけど、ちょっと使わずにいきます。枠井ならいけんじゃねえかなっていうね。外れてフォアボール。使います。使います。無理でした。綺麗には終わんなかったわ。さあ注目しましょう。これで終わらそう。向こうも使ってくるかな。使ってこないね。引っ張った。これはどうか。うまい。よく取った。よし。これで3アウト。試合終了になりました。いや、枠井いい仕事してくれたんじゃないですかね。完封負けを喫しました。タイガースは屈辱。ああ、よかった、勝つだ。次はプロスピグランプリですね。まあ、話によると結構強いらしいから、楽しみではあります。えい、5つ号上がったぜ。優勝。いいカードだね。新しいトーナメント、エボリューションカップ。エボリューションってなんだっけ。進化、進化とかそういう意味だよね確か。ちょっと見てみようか。へえ。え、一軍登録選手が全員星75以上。俺の好きな金子連れていけねえじゃん。めっと待って、9イニングやるの試合。なんかすっげえ普通のことだけど、すっげえ長く感じんだけど9イニング。ここがバブリーカップかな。いいねこれ。次はプロスピグランプリですね。うん、勝ちましょう。これも、まずお得ノーマルパックを買いたいと思います。当たり引かねえかな。おう、まだ買う余裕はあるんだよね。まだ買う余裕はあるんですよ。一回だけ買おうか。一回だけ買おうか。一回だけノーマルパック買おうか。後悔するかな。いや別に後悔もうしねえか。買おう買おう。一回、一回だけね。よし。ちょっとさ、ちなみに筒子、筒子どこいた。なるほど。うん、いいね。いいんじゃないですかね。いやー、次がプロスピグランプリか。何でいくかだよね、監督カラーを。まあやっててやっぱね、こう使いやすかったのはね、スモールベースボールは使いやすかったかな。うん、あとこの名称も結構やってて好きだった。あと東証も好きだった。まあ好きなのはいっぱいあった。好きなのはいっぱいあったね。あとこのビッグベースボールとね、まあ、ビッグベースボールに関してはね、もう俺がホームランにこだわったやり方だったけど、まあ、とりあえずこの王道野球は多分もう使わないかな。ちょっと使いにくさをすごい感じた。 MP プラス1するメリットが全く分かんなかったもん。多分スモールベースボールでいくと思います。これで
よし、とりあえず、はい、勝ちました。次はなんだっけ、プロスピグランプリ、ん、プロスピグランプリだっけ、うん、プロスピグランプリだね。次はこれに挑戦したいと思います。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ、はい。